た来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 た、ほらね、もう本当もうプロレス好きで仕方ないから本当に。さあ、この長島千佳代、実はですね、レスリングの方でとても、ちょっと強かった選手です。後輩にですね、同じ高校の後輩にですね、仙台ガールズプロレスリングの橋本千尋がおります。はい、アマレスで、全国大会とか、2位、3位とかね、そういうところまで行った選手ですよ。なかなかいい選手です。さあ、ボストンクラブ決まった。なんてこった。ロープ。長いタッチロープが長すぎやないかい。膝砕かれるんだ、一体んだな、これ。イエーイ。まあね、本当にね、いや、遠慮は敵って教えてしまったからですね。タッチロープ長いんだな、長い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 。決まらない、まだまだ決まりそうでもない、お互いまだ読み合ってるのか、先の取り合いなのか。おい、いやー、やはり読んでた。さあ、拓陽のダブル攻撃。おい、珍しいことする。カバーカバーカバー、キックアウト、決まらない。さあ、スーパーボーン、あった。さあ、カドクラナイスカット、入った。まだ試合は続く、まだ続いてる。はい、合ってるようで合ってない。さあ、桃の苦しい、桃の苦しい。やばい。はい、オッケー。セットして長島千佳代がフットスタンプ、そしていろはがスワンタンボーム。